2002年西野さんが監督就任されますよね、はいはい、天気です。ここは大きかったです。2007年には初めて日本代表に招集されますよね、はい、まずプロになって子供に1試合でも試合出たよって言えるようにするのがプロになった次の目標やったから俺。だからもう信じられへん状態よね。まあ大学行きながら練習生で、うん、でも半年ですよね契約期間は、うん、これどうやって勝ち取ったんですか。また半年って言ってもらえた。半年、また半年、また練習生で。そう。で他の人で何人かは3ヶ月って言われた人いて、それやったら先見えへんからやめるわって言って、年末というか10月11月ぐらいから練習3人でやってました。みんないなくなって、まあ、トップ昇格した98年は1試合もチャンスが巡ってこず、うん、この時でもどんなこと考えてました。プロ野球を考えてました。どういうことですか。何を言ってるんですか。プロ野球って3年間なんかこう体鍛えてプロになるための基礎を作る、はい、俺はまだプロ高卒やから1年目で、うん、まず体が細いの。やっぱりフィジカルで負けないように筋トレ頑張るっつって、うん、1人でガシャンガシャンジムで筋トレやってました。でも半年半年ですよね。これ怖さはなかったんですか。考えれてなかったんじゃないかな、そこまで自分が、うん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 、怖いとかはなかったかな。ちゃんとやってたら大丈夫ちゃうかっていう勝手な自信があったのかもしれないね。で俺あとそのみんな1月からだいたい合宿行ったりするやん、はい、俺受験勉強行ってないね。3月の20日ぐらいまで練習行ってないね俺。だからもうシーズン始まってない、 J リーグ始まってる時に橋本ですっていきなり入るみたいな。でもその後2年目からちょっと試合のチャンス巡ってくるんですよね、うん、6試合公式戦。そうよね。でプロ3年目は9試合、うん、でもですよこの4年目からもう宣言通りじゃないですか、うん、2001年22試合出場、うんうん、イナがアーセナル行ったよ。もうほんと運よ。でいなくなるっていう年に2001年ヤットが入ってきてんね、はい、でヤットがおってボランチで、でヤットとイナがやってたよね。俺はサブやってどっちかがなんかポジション変えたりとかでちょちょろちょろって出してもらったよ。イナおらんなんか出れるかなと思ってちょっと出たらうまくいかんかったよね。で俺はまたサブのベンチで座りながら途中交代でちょろちょろ出てたっていうだけ。そうなんすか。全然レギュラーでも何でもないです。まあでもとはいえ22試合出てるっていうことはそれなりにやっぱこう試合にどん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 絡んでる回数が増えてるじゃないですか。だからその時ファーストステージセカンドステージの時期で、はい、セカンドステージはもうイナがおらんかったよ。だから全試合一応ベンチ入りはもう俺の中では目標で16人、その頃は16人メンバーで、はい、そこには入ろうと思って、それは一応シーズン通して最後は入れて、だから試合出へん試合とかもあったけど3枠やったし、うん、でもそれは前半戦はなんかクロージングのクローザーみたいな感じでちょろっとだけ10分15分とか5分とか出してもらって、で後半戦はイナオラインだったか1枠空いたからちょっと出やすくなったけど、それでもサブっていう感じで、まあ、その4年間なかなかこうご自身の中ではこう難しい時期だったけれども、まあ体も作り、そして試合も絡み、そして迎えた2002年、西野さんが監督就任されますよね、はいはい、天気です。ここは大きかったです。またこれも運かなって。西野さんが来てくれて、そのまず目標は16人メンバーやったし、はい、まあ、全然レギュラーの扱いでもなかったし、はい、でもなんか宮崎で俺ら綾町で合宿やっててんけど、その時になんか西野さんがあの記者の人に言ってたらしいんやけど、ある程度のスタメンの選手は分かってると。でなんか掘り出し物がおったと、それが二川と橋本やったみたいなことを言ってましたよみたいな、はい、あそれはすごい嬉しいですみたいなんで16人メンバーには開幕戦も入れてもらって、で途中から出してもらってみたいな。へえ、まあそこから年間20試合以上コンスタントに出ていくんですよね、うん、そしてこう迎えた2005年、まあガンバが優勝する年ですけれども、はい、それまでなんていうんですかね、なかなかこう低迷してたじゃないですか。低迷してました。これ初優勝はクラブとしても大きかったと思いますし、橋本さんにとっても大きかったと思うんですけど、これはどんなあの思い出というか。それまでもこうタイトル争いに行けそうな5位4位ぐらいになる瞬間があって、うん、もしかして本当優勝が見えてくるっていう試合でことごとく負けてたんよ、うん、っていう経験があって、その年はある程度下のチームには7対1で勝ったりとか、うん、バカバカ点取れて、うん、すごい展開が変わったよね。なんか雰囲気がもうイケイケになってて、うん、でもやっぱりタイトルは今まで取れてなかった、うん、
ナビスコカップも俺は決勝でジェフに負けてるんよ PK で、その年。あ、そっか。だからあやっぱまだタイトル取れへんのかなって、決勝まで行ったのにっていう思いがあって、でまたそれが2位の状態で迎えたから、もうまあ失うもんないし、まあこの試合勝つしかないよね。で最後アラウジョが取ってもう確定したみたいな。で迎えた2006年、うん、嫌な思い出しかないわ。ああそうですね、はい、あのナショナルダービーというふうに言っていただいてた時期がそこから始まりますけど、ね、あの最初はどうでした。いや いいよねやっぱり、うん、レッツのあの雰囲気は。俺はヒール役かもしれないけど、はい、だからこそすごいやりがいを感じる。応援してもらってる風に感じちゃう俺は。あ、そうなんですね。ものすごい嬉しい。でしかもあの点取ったらシーンってなるし、うん、気持ちいいですよね。あの、We are って聞きながら、はい、俺も歌ってるもん。なんでですか。で応援されてるつもりになってるから。でもそれぐらいあそこはモチベーションが俺は上がっちゃうね。2007年には初めて日本代表に招集されますよね、はい。まあ、もちろんあの子供の頃から、うん、まあ、日本代表の試合見てると思うんですけど、うん、憧れの場所でもあるじゃないですか、うんうん、そこに実際にこう到達するっていうのは子供の頃想像してました？まずプロになって子供に1試合でも試合出たよって言えるようにするのがプロになった次の目標やったから。俺お父さんプロサッカー選手やったよ、あじゃあどんなんっつって写真見してって言って、うん、あごめん試合出てないねって言ったら辛いやん、はい、でもおるやん実際プロ野球選手、はい、うん、俺基本プロ野球をなんかこうモデルで考えたから、はい、プロ野球って2軍で終わる選手とかもいっぱいおる中 で、うん、俺それはならんように頑張ろうがもう目標やったから、うん、それは日本代表だからもう信じられへん状態よね。でもそれ言ったらもう合宿やったんよ、はい、候補なんよ、はい、日本代表選手ではないよ、はい、じゃあここの競争勝たな無理よね、うん、その時多分40人ぐらい呼ばれてるんよ、はい、めっちゃ多かったんよ、うん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 、お初めての日本代表どうでした？行ってみて正直な感想もう一回行きたいとはあんま思わなかった。また一生あの中学中1高1をちょっと思い出す感覚。またこれそういうなんかエリートの人らに文句言われながらまたそこでこう人間関係作ってってちょっとストレス感じるな。文句言われてないですよね。そんなに言われてなかったと思うけどやっぱり上の人、はい、だから俺ジーコジャパンの後やんあれ。はいそうですね。もうあの年代みんな言うやん、うん、怖いやん、はい、でもやっぱ代表にはなりたいっていう思いもあるから、うんうん、まあそこの代表合宿では頑張ってなんとか乗り越えようっていう思いはあったよ。じゃあその次にもう一回呼ばれるわけじゃないですか、うん、それ嬉しかった嬉しかった。あでもまだ合宿やったんかな。合宿何回か経てようやく親善試合キリンチャレンジが来て、うん、やっと俺代表選手になれたと。オシムさんどんな監督でした？怖かった。怖くなかった？なんかもう怖いしか言ってないじゃないですか。オシムさん怖くなかった？俺めっちゃ怖かったけどあの目もうなんか全てを見透かされてる感じ。それはありますよ。頭の中見られてるなみたいなのはなんか感じますけど怖いというよりは。あ本当、はい、俺もう練習もピリピリ感のあの怖さがすっごいこう憂鬱になりながらでもこれは上手くなれると思って頑張ってた。もう本当だから思い出す感じ中学ジュニアスユースの時を。でもこの環境で頑張れば上手くなれるんやけどなんかね逃げ場所がガンバやったんやこれがまた。草サッカーと、ガンバジュニアユース。そう日本代表とガンバ大阪。そう、まあ、居心地のいいところありますよね。そう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 。やっぱ G クラブって分かってもらってるし楽なんよね、うん、橋本さんそういった意味では、うん、自分のなんか居心地のいい場所もあるけどそこだけじゃダメだって言って。あそれはずっと思ってる。必ずその、うん、挑戦はするようにしてる。あの2008年、うん、まあ、苦しい戦い勝ち抜いて準決勝で我々負けましたし、はい、ACL 無敗優勝ですよね。この ACL の優勝は大きかったんじゃないですか？大きかったけど、まあ、先にやっぱレッツが優勝したやん、はい、2007年優勝してるよ ね、はい、でクラブワールドカップの映像とか見て、はい、正直めっちゃ悔しかったよね。羨ましいし、うん、なんかやっぱあそこ行きたいよねっていうのはすごい本当に思ったよね。だってもう実力といえばそうそうちょうどその時ね本当にこう、うん、まあスタイルが全然違いますけど、うん、争ってたからですよね。その時に
ガンバも優勝しちゃったよって僕ら思いましたからね。あ、なんか自分たちのタイトルだって思ってたものが、あ、そうなんや、翌年だそこで あの準決勝で負けてっていうのもあるじゃないですか、うん、だからその2008年僕らはやっぱものすごく悔しかったですね。あ、もう全然もう見る気もしてない俺、レッツはもう通り過ぎた後で悔しいなそしてアジア王者として臨んだクラブワールドカップ、うん、もうここはすごく僕も印象に残ってますけど、マンチェスターユナイテッドの試合、うん、3対5ですね、はい、打ち合って橋本さんも1ゴール1アシスト、はい、だあれは西野さんがポジションをね変えたんよね、うん、やっとアデレードとの1回戦はトップ下で使って、うん、2試合目は俺がトップ下というか上がり目やったよ、うん、サイドハーフやったよ俺、はい、だから俺がアシストできたりとか点が取れたっていう。あ、そうなん、なんかあれは意図あったみたいよ。ユナイテッドやっぱ強かったですか？前半は舐めてくれてたから、うん、正直めっちゃチャンスあったんよ。でもそれでもセットプレーで俺はやれちゃってコーナー2点かな。でもその時にまあやられてもしゃあないなっていう空気感が出ちゃってたのが俺は良くなくて、でまあそのまま後半入って、まあ俺がアシストして山が点取ってくれて、ちょっとなんか雰囲気あれってなったんやけど、ルーニーが入ってきて、なんでこんな相手にこんな試合やってんねんっていう空気感でポンポンっていかれちゃったって感じだね。まあ2005、6、7、8と、うん、まあ、ガンバ、うん、まあ、天皇杯も優勝してますし、はい、連覇もしてますし、はい、まあ、ガンバのこう黄金期と言われる時代、はい、まあ、第一次黄金期と言われる時代だと思うんですけど、うん、その後あの2011年キャンプ中ですか？そうです、グアムのキャンプ中に膝を前十字、そう前十字靭帯を痛めて、右膝の、はい、あ、これは苦しい時期でしたよね。苦しいですね。レイソルとの練習試合で、でその試合でこう、まあ、体がちょっと切れ出して動けるなっていう感覚になってきて、うん、でアプローチをキュッキュッってやった時に多分芝にちょっと引っかかって膝が残っちゃって、うん、ひねりが入ったみたいで、でも俺は外側を痛めたんよね。外側がバリバリって言ったのを感じたから、うん、あ、外側やった、これ3周 ACL 出られへんわとかって思ってたよね、うんうん、まあしゃあないわと思ってグアムでこう MRI 取って、でもう一回病院行ったら痛くないんかって言われて、いや外側痛いよみたいな、うん、いやそこじゃないみたいな言われて、はい、みたいなんでホテル帰って夜ドクターに呼ばれて、これちょっと見たらちょっと可能性あるからもう明日帰ろうって言われて、ってなりますよね。で帰って膝がパンパンになってるから血抜くっていうか水抜くって言ったら血が混ざってるからこれもやってると思うってなって、うんうんうん、手術やね、これで今シーズン終わりって言われた。約8ヶ月。だから自爆やね。だから周りに迷惑がなんか誰かに責任するっていうのはもう自分やから、自分に向き合うところは大きかったかも。だから怪我するまでにじゃあメンタル的にどうやったかとかいろいろ考えるところもあったから、だからそういうのがちょうど重なってやっぱそういう怪我してるんじゃないかなって。あのその後2012年ヴィッセル神戸に移籍されますけど、はい、ガンバ20年ワンクラブマンで引退が自分の中ではイメージとしてはあった。やっぱ最後までクラブで終わりたかったな。2012シーズンヴィッセル神戸で戦って13年は J2 に統一してやっぱ昇格するっていうところを目標に頑張れたっていうのはすごい良かったんや。だから昇格できるそこを目指すようなクラブに行くっていうのがもう自分のモチベーションにつながって、